今日はごちそうさま。お寿司なんて久しぶりだからすごく楽しかった。やっぱり高級寿司は油の乗りが違うよね。私はごちそうするなんて言ってないよ。ゆみちゃん一家の分は自分たちで出してくれないかな。はあ、なんですって。もちろん今日の食事会にゆみちゃんたちは誘っていないよね。今日は私の両親の結婚記念日だから、両親とゆっくりお寿司を楽しみたかったのに、誘われていない人は来ちゃダメっていう法律はないはずよ。それにお祝い事は大人数でやった方が絶対に盛り上がるじゃない。盛り上がっていたのはゆみちゃんたちだけでしょ。無関係なゆみちゃんたちがいきなり合流してきて、そのまま勝手に座って好き勝手に食べ散らかして、無関係ってひどいな。私たちは義理とはいえ姉妹じゃない。つまり私は沙織さんのご両親の娘でもあり、家族の大切なイベントには参加してあげなきゃ。はあ、きっとご両親だって私たちが来てくれて嬉しかったはずよ。たった一人の娘に祝われるより大勢に祝ってもらった方が楽しいし、実際沙織さんのご両親はニコニコと笑顔でいたじゃない。あれはゆみちゃんたちにドン引きで笑うしかなかっただけよ。私たちのどこにドン引きする様子があったのよ。今日の行動全部よ全部。お祝いのために来たくせにおめでとうの一言もないし、ただ黙々とゆみちゃん一家がお寿司を食べ散らかして、両親は引きつった顔で無理やり笑っていたわよ。いやー、あまりの美味しさに食べ過ぎちゃった。でも子供たちの豪快な食べっぷりって見ていて飽きないよね。その豪快な食べっぷりでお会計はとんでもない金額だったけどね。ゆみちゃん一家だけで食事代が10万円を超えたのよ。え、そんなに？一応気を使って腹8分目にしておいたのに、その値段とは。さすが高級寿司店ね。この食事代は絶対に払ってもらうからね。ちょっと沙織さん、私の話ちゃんと聞いてた？こっちはあんたの両親のつまんない結婚記念日を盛り上げてあげたの。だから感謝のお礼として沙織さんが全額払うべきよ。なんですって？そういうわけで高級寿司ごちそうさま。またお祝い事があったらいつでも声かけてよね。ごめん沙織、ユミたちがご両親の結婚記念日に突撃したらしいな。それ絶対に俺のせいだ。なんですって？こないだ俺が一人で実家に顔を出しただろう。その時に話の流れで高級寿司店でのお祝いのことを話したんだ。俺も今度両親たちの記念日にいいところ連れて行くよって。そしたら浮かれた両親が全部ユミに話したみたいで、それで今日のお祝いに突撃してきたのね。でもコウスケもご両親も何も悪くないわ。突撃してきたユミちゃん一家が全部悪いんだから。そうかもしれないけど、やっぱり申し訳ないよ。ユミたちが食べた分は俺が払うから。それはダメよ。コウスケの気持ちは嬉しいけれど、ちゃんと本人に払ってもらわなきゃ。そうなんだけど、あいつが払ってくれるとは思えないんだよな。すぐに子供たちを言い訳にしてくるし、子供は5人もいて家計が大変なのもわかるけどさ、いい加減にしてほしいよな。本当だよね。普段は一切連絡ないのに、年始にはお年玉目当てで無理やり押しかけてくるし、こないだのコウスケの昇進祝いの時もひどかったよね。高級寿司の出前を取ったらなぜか家の前にいたんだよな。そのまま好き勝手食べて、俺たちはカッパ巻きしか食べられなくて、あの時のお寿司代もまだもらっていないよね。本当にドケチでずうずうしい妹でごめん。コウスケには悪いけど、もうユミちゃんとは距離を取りたいな。今日の高級寿司店は私のパート先でもあるのに、職場であの食い荒らしっぷりはすごく恥ずかしかったの。沙織がそう思うのも仕方がないよ。俺からも改めてユミにしっかり言っておく。これからは妹家族とはできる限り距離を取ろう。ちょっと沙織さん、なんで私たちに教えてくれなかったのよ。あの高級寿司店あんたの店なんだってね。え、私の店？お兄ちゃんから聞いたのよ。あの店で働いているんでしょ。なんで教えてくれなかったのよ。わざわざ教えることでもないと思うし、逆にそれをユミちゃんに教えてどうするのよ。決まっているでしょ。私と沙織さんは家族なんだもの。だから沙織さんのコネでこの食事代は全部無料になるわよね。え？というわけで早速また食べに来ちゃった。昨日は遠慮して腹8分目に抑えてあげていたけど、今日は遠慮しないよ。思いっきり高級寿司を。
家族みんなで食べてやるわ。嘘でしょ、今日もお店に来ているの？今日は思い切ってお酒も飲んじゃうかしら。高級寿司店なだけあって貴重な日本酒が置いてあるんだもん。温泉に注文しまくってやるわ。なんて言ったって沙織さんがいればコネで無料になるはずだもの。ちょっと待ってよ、私にそんなコネなんてないわ。食べた分はしっかり払ってもらうことになるからね。何言ってるのよ、沙織さんはこの店の店長なんだもの。家族の食事代ぐらい簡単に無料にできるでしょ。え、今思えば昨日はやたらとサービス良かった気がするのよ。お魚は全部分厚くて美味しくて、沙織さんが店長だからいいお寿司を出してもらえたんでしょ。分厚くて美味しいのがうちの店の普通だよ。高級店なだけあって魚の人にはすごくこだわっているの。いや、あれはあんたが店長だからこそのサービスよ。というわけで今回もその店長パワー使わせてもらうわ。食事代は全部あんたが何とかしておきな。店長のおごりって言っておいたから。私はパートだけど。え、だから支払いを無料にする権限やコネなんてないからね。好き勝手食べて飲むのはユミちゃんたちの自由でも、しっかりと支払いはしてもらうからね。ちょっと待ちなさいよ、沙織さんがパートってどういうことよ。私はお兄ちゃんから直接聞いたのよ。あんたはこのお店で働いているって。うん、働いてるわよ、パートとしてだけど。何度も言うけど私は店長じゃないの。勝手な勘違いはもうやめて。私の勘違いですって。先に言っておくけど、パートだからって割引とかのコネは一切ないからね。うちの店長はそういうのに厳しいの。だから昨日も何もサービスはしてもらっていないわ。そうなの？じゃあ本当に何もサービスしてくれないの？今日のこの食事代は私たちが払わないといけないの？食べたらその分のお金を払うのが基本でしょ。じゃないと無銭飲食で捕まるよ。はあ？そんなこと言われても払えるわけないじゃない。だって私絶対に沙織さんが店長だと思っていたんだもん。だから家族みんなで昨日以上に食べたのよ。しかもお酒まで注文したんだっけ。うちの店にあるお酒は高級なものばかりで、最低でも1本1万円だから、これはとんでもない金額になりそうね。そんなの無理無理、絶対に払えないから何とかしてよ。だからそれは無理だって何度も言っているじゃない。払えなくてもどうにかして払ってもらうわ。じゃないと問答無用で警察を呼ばれるわよ。ふざけんじゃないわよ。じゃあ私たちが捕まってもいいっていうの？義理の妹が家族が犯罪者になってもいいの？自業自得だし別にいいんじゃない？私たちにはほとんど影響ないし。え？一番影響のあるのはユミちゃんの子供たちでしょ？目の前で親が無銭飲食で警察に連れて行かれるなんてかわいそうに。そんなの絶対にダメに決まってるじゃない。でも本当にここの支払いができるお金なんてないし、子供5人の大家族でいつも家計はギリギリだもん。貯金だってほとんどないのに。仕方がないわね。じゃあダメ元で店長に直接頼んでみなよ。イミちゃんとは知らない仲でもないんだし。え、それってどういうこと？この店の店長私が知っている人なの？実は私も昨日知ったばかりなんだけどね。その高級寿司屋の店長、ユミちゃんの同級生らしいの。何ですって？確か高校の同級生って言っていたかな。昨日帰り際に店長に呼ばれてね、ユミちゃんとどういう関係なのか聞かれたのよ。それでその時に教えてもらったの。同級生って誰？まさかクラスメート？それとも私の部活仲間？詳しくは聞いてないから直接確認してみなよ。それじゃあ私は今日もパートが休みだから、お店に駆けつけるつもりはないからね。自分のことは自分で何とかしてちょうだい。お願いします、沙織さん、どうか私たちにお金を貸してください。絶対に後で返すから20万円お願いします。20万円？まさか食事代がそんなにかかったの？お酒代が想像以上にかかったのよ。私1本2万円の日本酒を頼んでいて、そのせいでお寿司代も合わせて食事代が20万円もかかったの。私のパート代の何時間分かしら。一度の食事代20万円なんてすごいわね。感心してる場合じゃないの。お願いだから支払いを助けてちょうだい。絶対に嫌です。まだ昨日の食事代すら返してもらっていないんだから。
今日の食事代ぐらいは自分で払ってちょうだい。すんで、どうしても無理なら直接店長に頼みなさいと言ったでしょ。同級生のよしみだもの、多少の割引はしてくれるんじゃない。あとは特別に分割支払いを許してくれるとか。それが割引も分割も全部断られちゃったの。あんたみたいな信用できない女にはサービスする気はないって。え、あのさ、沙織さん、食事代は自分たちで頑張ってかき集めてみるからさ、それ以外で10万ぐらい貸してくれないかな。食事代以外にお金を貸す意味がわからないんだけど、その10万って一体何のお金なの？この同級生に返すお金です。ついでに今までのお金も全部払えって言われたの。今までのってどういうこと？ゆみちゃん、うちの店長から借金なんてしていたの？借金なんてしてないわよ。ただちょっと高校時代にお金を借りて返せなかっただけだもん。あとはその子のバッグとか服とかいろいろ借りパクしていて、その返済と弁償費用で10万って言われたの。わあ、学生時代からそういうことしてたんだ。違うのよ、わざとじゃないの。ちょっとずつお金を借りたりしていたら結構な金額で、それでつい卒業式と同時にその子の連絡先をブロックしちゃって、それきり会いづらくなって、借りたものも返せなかったっていうか。最低すぎる。これは何も擁護できないもんね。店長がサービスする気がないのも納得よ。まさかこんな形で再会するなんて。食事代と一緒に今までの10万も払えて、そんなの無理だよ。食事代20万円に過去の支払いが10万円分、合計30万円か。しかもそれ全部一括払えって言ってるんだよ。絶対に払うから分割でお願いしますって頼んでいるのに、あんたの言葉は信用できないから無理って言うの。どうせまた私から逃げるつもりなんでしょって。全部ゆみちゃんの自業自得ね。疑われるようなことをしたあなたが悪いのよ。本当にどうしよう。今日中に一括払わないと無銭飲食で訴えるって言われているの。法的措置を取るって脅されたの。ちなみにだけど、その同級生の店長はもう結婚していて、旦那さんは弁護士だって聞いたことがあるの。そんなの絶対に勝てないじゃん。法的措置取られたら私の負けじゃん。もう覚悟を決めて払うの払った方がいいよ。消費者金融で借りるか、近くの ATM からキャッシングするか、とにかく早くお金をかき集めてこないとね。本当に助けてくれないの？義理の妹家族がこんなに困っているのに、私たちのことを見捨てるの？助けてあげてもいいよ。でもそれは昨日の食事代を払ってもらってからの話だから。そんな。それじゃあね、これ以上私のパート先で店長に迷惑をかけないでよね。どうしてくれるのよ。あんたのせいで子供たちまで大変なことになったじゃない。え、急にどうしたの？この間のお食事代はなんとか払えたんだよね。だから警察沙汰にならなくて済んだって店長から聞いているけど。そうよ。土下座しても何してもあいつは許してくれなかったからね。仕方なく消費者金融に走ってきっちり払ったわよ。なのにまたトラブルが起きたの？しかも今度は子供たちまで巻き込んでいるなんて。だから全部あんたのせいだって言ってるでしょ。あんたがさっさと助けてくれなかったから、あの店で大騒ぎしてるところをママ友に全部見られたのよ。そのせいで子供たちが今学校でからかわれているんだから。え、あの場にゆみちゃんのママ友がいたの？誕生日祝いでたまたま旦那さんといたんですって。それで私が支払いをごねているところをバッチリ見られちゃって、あっという間にママ友たちに広まっていたわ。無銭飲食に失敗して土下座してたって。うわ、それはかなりまずいわね。そこから子供たちの友達にも広まったみたいで、学校ですごくからかわれているんですって。親のせいでそんな目に遭うなんてかわいそうに。私たちのせいじゃないわ。全部沙織さんのせいよ。あんたがさっさと私たちを助けてくれれば、そしたら土下座なんかしなかったもん。変な騒ぎになってママ友に見られることなんてなかったのに。責任転嫁をやめてちょうだい。どう考えても全部ゆみちゃん自身のせいじゃない。最初から私を当てにして無銭飲食をしようとして、私はただのパートなのに勘違いしちゃって、全部ゆみちゃんの身勝手さの結果だよ。なんですって？子供たちにはとっても辛い出来事だったと思う。でも逆にいい教育になってよかったじゃない。これできっと子供たちは一生無銭飲食なんてしないと思う。
いい反面教師になれたわね。ふざけんじゃないわよ。あんたのせいで私も子供たちもすごく傷ついたの。こうなったら慰謝料支払ってもらうからね。ふざけたこと言ってるのはゆみちゃんじゃない。だったら私も出るとこ出るよ。こないだの両親の結婚記念日での食事代、弁護士を通して正式に請求してもいいんだからね。弁護士ですって？そんなゆみちゃんたちを見て子供たちはどう思うかな。親がまたお金のことで揉め事を起こすなんて、子供たちにとってはいい教育だとは言えないよね。親ならまともな背中ぐらい見せてあげなよ。うるさい。もういいわよ。払えばいいんでしょ、払えば。沙織さんがこんなドケチ女だとは思わなかったわ。ようやく払ってくれるのね。それじゃあ、106,000円お願いしますね。10万？こないだの食事代だけでそんなにしたの？また消費者金融に走ってこなきゃじゃない。走れ走れ。それじゃあ耳を揃えてきっちり支払いお願いね。ゆみちゃんは叩きつけるように食事代を支払ってくれました。しかしその様子に夫のコウスケはブチギレ、そのまま絶縁を言い渡していました。そしてその後のゆみちゃんたちはというと、居心地が悪くなって子供たちは別の小学校へ転校。しかし転校先でもいろいろと噂が伝わっていたらしく、ゆみちゃんは他の保護者から避けられているんだとか。新たなママ友作りのためにお茶でもと声をかけているようですが、お金のことで揉めたくないからと断られまくっているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。